はい、ハグチーム、はい、第5試合 A チーム VS D チーム。 A チーム、ルルス選手、ロボット、テバ選手、テリー。 D チーム、レモン選手、ベヨネタ、ガツオ選手、ドンキーコングとなっております。そしてね、ここまで圧倒的な力を見せつけている B チーム、レモン選手、ガツオ選手、私の独裁政権により今回 A チームが勝つと D チームが自動的に最下位になってしまうというね、とんでもない状態になっております。ぜひとも A チーム頑張ってください。 B チームも負けずに1位の座をねキープしてもらいたいところですが、ここでテリーが撃墜。まず1つ目失ってしまう。しかしここで、あれ、ロボットは仲間か。ここで A チーム速攻1本ずつ失う形。さあ、速攻大事にチームアタック気にしながらやっていきたいところで、いきたいところ。ね、このね、D チームのね、負けたら自動的再開というプレッシャーがあるのかないのか分かりませんが、動き的には変わっていなさそうですね。これぞ強者だよな。まあね、圧倒的な、ね、強さを見せつけているので、普通にやれば勝ててしまうような状況ですかね。さあ、テリーが下方向を抜けて、あっと、ここはむしろ助けてもらったのではないかといったところですが、テリーが取れなかった。テリー、ウェビー巻き込まれてしまって、ストック3つずつ残している。大乱闘、ほぼ大乱闘の状況なのにさ、ストック残すってすごいよね。いやー、本当に見えてるんだよな、本当に動きが。いやー、いいコンボ。さあ、運ばれてパワーダンク。さあ、 A チームなかなか劣勢を、ここで運ばれているが、上方向に気を通しながらドンキ 200% 耐えている。ベヨネットも 140%。 しかしここはバンナックルとドンキーゴングも撃墜。しかしストック4対2、さらに撃墜タイ。なかなか重たい展開だが、ゴーランプが点灯しているとはいえ、空母で撃墜。残すはロボット1人、上スマッシュ撃墜。1本目は D チームの処理。アイファクチーム、はい、第5試合2本目 A チーム VS D チーム。 A チーム、テバ選手、ガーノン、ルル選手、ドンキーにキャラクターチェンジをしております。さあ、もうぶっ壊しにかかったと言っていい編成をね、 A チームはしてきています。まあ、一体どういう感じに採用するでしょうか。ドンキー VS ドンキー、ガノン VS ベヨネッタという風な感じになっておりますが、横スマッシュ通った。ドンキーを撃墜、通している。いや、いい、今のコンボいいね。さあ、このキャラクター編成意外と決まっているのか。横スマッシュ通っているが、おっと、DA 巻き込んだのはガノンだか。あー、空母、ジャンプを救うための空母も出ていましたが、横スマッシュ、これは仲間ごとダメージは入ったと言っていいでしょうが、飛ばされた。さあ、もう暴れています、 A チーム。上スマッシュ通っている。さあ、分からないぞ、このぶっ壊し。スタック横並び。あー、しかし、おっと、まさかここで A チームリード。おっと、
しかしガノン復帰を翼で、まあ、私も速攻横並び状態。ダメージ的にはね D チームがリードしております。おっと空前が仲間に誘ってしまった。さあ分からなくなっています、横並び状態。ここでドンキを撃墜、再び並んだストック。さあどっちか一人を先に撃墜通せばかなり楽になるか。横スマッシュ、いやーリフト許さない、空前撃墜。さあ残すはベヨネッタただ一人、これはチャンスな A チームだが、ここは味方ごとっていうね怖さがワンチャンねそのままっていうのが、ここでタイマー撃墜したのはガノン。さあタイマン状態、しかしこのカード何パーセントか、もうちょいしたら上投げ空上が決まってしまうのか。さあ空を打ち合って 134%、 ほかほかはいい感じ。台が来たぞ、台の上ワンチャン掴めれば撃墜が通ってしまう可能性もある。さあちょっとラグビーかガードして、ここはベビー空母がやっと強い、ちゃんと決めたな。Bチーム全勝でリーグ戦を抜けております。